はい、こんにちは、リオアズナブルです。今日は昨日の続き、昨日の続きというか前回の動画の続き、タイタンホール2キャンペーンをやっていきたいと思います。昨日はね、ちょっとテンションが上がらなくて、なんでかというと、マイクを買ったんですけど、そのマイクがもう最悪で全然で、買い直したわけですけども、お急ぎ便で、今日のはもう最高です。やばいっす、本当にやばいっす。もう声のね、聞こえがちょっと違いますよね、やっぱね。いやー、こんなにも違うとは。本当買ってよかったです。で、今回は前回、バッテリーを BT のバッテリーを1個取ってきたんだけども、まだ足りないと。それで今回2個目探しに今出かけるところですね。どっちだったっけ。あ、そっちだ。これ落ちちゃうと死んじゃうんでね。お、やべ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 、いいんじゃん。よいしょ。無駄に撃っちゃった。なんか持ってるかな。それじゃないな、俺の好きなの。こっちの方がいいのかな。あ、間違えちゃった。おっ、やべ、見つかった。よし、あいつを倒せ。よし、あいつもだ。よし、あいつもか。あれ何、あれもそうだよね。やばい、弾がなくなる。あいつもそうだな。ちょっと遠いね一人だけまだいるはずだと思うんだけど、なんすげえ飛んでくるじゃん、あれ。あ、ちょっと待って、この上は、あ、これか、俺の好きなやつだ。ちょっと待った、じゃあこれを、違う、これをこっちに変えて、こいつが持ってるのも、あれ消えちゃった。消えてる。なんだ、あ、消えてない、これか。あ、やった。よし、下に降りますか。どっから降りんだろう。えー、あ、いた。お、ここにいんだよな。ズームを切り替え、やばいよこれは。え、違うところから、こっちからってのか。はい、まだいんのどこどこ。とりあえず降りちゃおう。あ、いた。やべえな、あんまりそっちに行くと分かんなくなる。おい、おい、お、やべやべ、来た来た来た、あぶね。パイロット、よし、あなたの数値には非常クローキング機能があります。危険回避に役立つでしょう。いや、何言ってか分かんないか。敵に注意。はい、来い。よし、まだいいんじゃん。ほら、よし、早く行かないと武器が消えちゃう。え、なんか言ってる。お、なんかある。装着済み。これ何、え、
危ねおい何をしてくれてるんだね君はやべ外したこれなんか使いづらいな強いけどねこれ一回してみようかマイクロミサイルおおこれ強いなんだよ。やばいやばい。あいつを倒さないとやばい。よし。あれ？さっきのが強かった気がするな。まあいっか。っていうかあれ、奴ら。あれ？奴らがいなくなってる。くそー。遅すぎたか。早く行かないとダメだね。早く行かないと武器がおっ消えちゃうまいういなんかアシスト機能みたいなのがすげえ優れてるよああまた上から来てんなどこいたよしなんか FPS 初心者でもできますみたいな感じ倒したらいかないと武器が消えちゃうんですよねでもいろいろなんかうわやばよし嫌だったああ首飛んだおっしゃなんか落っことしたかあ、ダメか。まあいいや。とりあえず武器だけ調達しよう。それからだね。この辺みんな、よし、落っことしてる。お、やべえ、やべえ。ヘムロック。ヘムロックじゃない。あれなんか結構いたような気したんだよ。あった。あ、これじゃん。あ、もういっぱいなんだ。あ、でも一回、ガチャルして、近づいて、OK。あれ？これもうないじゃん。よし。じゃあ、ボルトっつうのに変えてみよう。すげえ、132ある。なんか、落ちてないかな。うわ、おお、あったあったあった。いろいろあります。お、なんだこれ？あーちゃんロケットランチャー2発しかねえじゃんえどうなのこれ続いてみようかなあターゲットなしああそうなのでもまあ使ってみる価値はあるよね使ったことないからもうちょっと面白そう撃ちたいんああいうのに使うのあ、そういうことか。録音できんだ。すごい。え、でも、あと1個しかないから置いてこう。どこだっけ？あそこか。こっちに、ボルトの方がいっぱいある。そうだよ、ボルトの方がいっぱいある。弾が。よし。で、ああ、ここは死んじゃいそうだから。え？こっち？もう違うな。こっちか。よいしょ。よいしょ。あ、そうだ。さっきここで倒したんだ。お？なんか落とした。あ、これが喋ってんの？ラジオ？
IFC は人々の無関心の中で栄えているのです。困窮した人々を獲物にし、わずかな安定の代償として自由を完全に奪う。なんか喋ってる。あ、これ上か。彼らの希望を取り戻し、断言して実感決意を呼び戻すのはあなたたち一人一人。あ、これが喋ってる。誰の声だ？ビティ、誰の声だ？はい、こちらはサラブリックス特攻兵団の司令官です。特攻兵団は SRS ミリシアの特殊偵察中隊の一部です。船に生存者は？船に生存者は？いいえ、 MCS ジェームス・マカーランに生命反応はありません。ただライフボートの 90% が射出されています。望みはあります。孤立してしては IMC に潰されてしまい、それが彼らの狙い。でもこのマイク本当すごいな。周りの音拾わないもん。お、危ない。我々は相手を待つのではなく、こちらから戦いを仕掛けます。ここ、うわ、ここ大丈夫？大丈夫？え、どうなった今？戦場では一人ではありどっからこっち来た？IMC は人々の無関心の中で栄えているのです。困窮した人々を獲物にし、わずかな安定の代償として自由を完全に奪う。ん？ダメなの？どこだ？上か？断言して使う決意を呼び戻すのは、あなたたち一人一人の役目です。フロンティアのたり全てが抑圧されずに暮らせる世界を隠しましょう。あ、違うな。こっちから来たんだよね。あれ？皆運命を共にしています。これじゃないの？我々の自由がかかっている。やべ、迷った。うわ、開かないの。しちゃった。一丸となって戦うので、力を合わせてこそ強くなれるので。なんかバイオハザードだとこの辺に丸が出てくるんだけど。孤立してしては IMC に潰されてしまいます。あれ、それが彼らの狙いです。ここから出て、我々は隠れた相手を待つのではなく、こちらから戦いを仕掛けます。あ、違う、戻っちゃってたんじゃ。戦場では一人ではありません。そろそろバッテリーが、 IMC は人々の無関心の中に栄えている。困窮した人々を獲物にし、わずかな安定の代償として。うわ、危ない。この船は落ちそうだ。彼らの希望を取り戻す。あっちか。こっちは。おお、あっそう。一人一人の役目です。フロンティアのたり全てが抑圧されずに暮らせる世界を隠しましょう。で、ああ、壁走りか。皆運命を共にしています。よし、我々の自由がかかる。それで、あそこか。え、よし。うわ、うわ、熱そう。ダクトの中狭い。ほら、ここ、ちょっと待って。あ、それここしかない。なさそうだね。よいしょ。あ、あった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 。え、あ、二重ジャンプ。よし、長足でバッテリー振ろう。バッテリーを持ち帰る。下じゃん。下か。よし、うわ、よう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 、うーわ、危ない。あっちまで帰るとなると、あ、これはなんだ、装備済み。ちょっと待って。あ、いいな、完璧だ。とりあえず落ちて、あー、これも壁走りか。ミリシアの全生存兵員。あ、オッケーオッケーオッケー、わかるよ。ここで投稿しておいた方が身のためだ。おー、危ねえ。プランナーよりはこちらの歩兵に
あれ無害なのか。うわ、あ、いた。はい、パイロット、位置が知られてしまいました。え、やっば、ちょっと待って、あ、やばい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 、やばいやば、よし、はいはいはい、どこだ、そこか、え、ちょっと待って、エリア確保しろ、何だよ、ほら、あれは IMC の偵察隊です。敵の増援が向かっています。ニューラルリンクの確立が必要。最後の爆撃を取り付けてください。早く逃げよう。動力最大。パイロット、はい、進むにはニューラルリンクを確立するべきです。はい、どうぞいつでも登場を。おお、やった、乗れるぜ。ウェーイ。操作わかんのかい、初めてのプロトコル1、パイロットへリンク、ニューラルリンクを確立。これ練習受けてねえぜ。パイロット最短間のリンク完了。ライフルマンジャック・クーパー、あなたは BT7274 の臨時パイロットに承認されました。プロトコル2、任務を執行。我々の任務は特殊作戦217を続行し、SRS のアンダーソン少佐と合流することです。合流ね。複数の敵の接近を検知。プロトコル3、パイロットの方、機関システムを最初期化中。ボーテックスシールドオンライン。ボーテックスシールドは弾丸やミサイルを捉えます。ボタンを離せば捉えたものを敵に向けて発射します。え、ちょっと早く動けよ。え、あ、これか。よし。早く動きたい。アコライトポットが使用できます。肩に装着するロケットポットで複数の敵にロックオンします。ボタンを長く押すほど多くの敵にロックします。うわ、ニューラルリンクを確立。機関武器制御とモーションリンクを回復しました。パイロット、敵のタイタンフォールを検知しました。準備を。激しい戦闘が続きます。嫌なんだけど。確かか。確かか。はい、信じて。ちょっとどこ行けばいいの、その前。こっち行けないじゃん。うわっ、やめ。ミリシアのタイタンを発見。キャッシュ番号 BT7274。 攻撃された。やるじゃねえか、パイロット。悪くねえ。どこ行った。なんだ、どこ行った。回ってんのか、あのバカ。回ってんじゃねえ。入った。ねえ、ブルート、名前がある。敵タイタンの武器か。お見事パイロット、私たちの戦闘効率評価が上がりました。パイロット、IMC のサルベージ隊はまだ来ます。生き残る唯一の方法は、任務を執行し、アンダーソン少佐と合流することです。それまでは、我々で切り抜けるしかない。ハドニマーク。了解です。直ちに移動してください。いや、どこへ？どこだよ、アンダーソン少佐は。こっちかい？違うな。向きがこっちだとか。動かないと死んでしまいます。違う、知ってんだけどさ。
どっちだよ。ん？そっちか。言ってよ。合流地点まで60キロ。あ、ラスティ・モーサ隊の上官なんだ。ふん。IMC は我々を捜索し続けます。生き残る唯一の方法はアンダーソン少佐と合流することです。生き残るには臨機応変に対処しなくてはいけません。了解です。こちらウォンバット32、被害は甚大だ。ミリシア兵はいるか、救援を。被害が甚大だ。被害は甚大。お、仲間じゃないですかあれ。お、これ無限弾ですか。倒してる。イエイイエイイエイ。お、なんだこれは。パイロット、このタイタン兵器は新型です。これか。これで選択できるでしょう。すげえ。お、惚れ込んでるな。人間の言う愛には好意、関心、献身、敬意の要素が必要です。結論、私は 50% 惚れ込んでいます。すげえ。パイロット、
トーンロードアウトを使えば敵にロックオンして追尾ミサイルで狙えます。戦闘時に便利です。追尾ミサイル、あ、これね、オッケー。あ、そういうことか、ロックオンをしてんのか。それともロックオン、あ、違うじゃねえか、ロックオン。お、これね、お、なんか使えるけど、お、制御ゲートで道が塞がれています。近くに制御インターフェースがあるはずです。インターフェース、インターフェース、何、どこどこどこから登る、あ、ここか。え、俺が行くの、なんだよ、出ちゃうのかよ。いいよ、じゃあ俺がやってやるよ。お前の武器はもらう。うわ、いらね、どっちを向いてるんだい、君は何を持ってるんだ。なんだ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 、よさげなの持ってねえじゃねえか。やばい、やべ、これ杖。あ、そうでしょう、さっきの俺のお気に入りでしょ、これ。これは何なの、あ、装備済みなの、あ、これがそうなのね。オッケー、これ着用すんの、違う。君は何を持ってたんだよ。どこに、どこにいる、なんか話してんな、いた、その辺にいるな。敵歩兵隊が交戦中。お、俺も今後ろから撃ってる。後ろ向くなんて正気かい。自動試験施設ドーム1は現在有害廃棄物ポンプでフィルター処理中。敵の隊艦が接近、防衛形成に入れ。なんかさ、武器ちょうだいよ、武器装備済みってさ、これでいっぱい高台ガイドライン見えない。装備済み、ミリシアのパイロットを発見。うわ、最悪。ウェルブ13、ガイドライン発見。こっちにしよう。どこにいるの？
レバーいらない。この辺にいるの？正面。あれ戻ってきたんじゃないですか。え、どこに行けばいいの？あそこに行けばいいの？あ、そう。じゃあちょっと待って。そっか、目的地を見てみればいいのか。そうだよね。じゃあ、え、こっちへ行って。お、ぐーってなってるけど。これ違うな。なんか弾をくれ。それ多いな。みんなそれ持ってんだ。あ、みんなそれ持ってんの。それがいいの。あ、みんなそれ持ってる。で、これは何？これはいけない。どっち行くの？こっち？違う。こうなんか、あ、あそこか。うわー、なんかヘドロみたいなのが。これ触ったらやばいやつだね。パイロット、流量制御ゲートで道が塞がれています。近くに制御インターフェースがあるはずです。制御インターフェース、あー、これ中入るのか。メンテナンスオーバーライドを開始。流量制御ゲートを開きます。警告、毒性ガスがメインチャンバーに。制御室のセーフティーエアロック手順を実行します。パイロット、セーフティーエアロックがかかって制御室は出られません。他の出口を探してください。二手に分かれましょう。分かった分かった。出口を探す。近くの出口から浄水施設の奥へ進める可能性が高いです。位置を追跡中、出口を探すことを推奨します。分かった分かった。 BT、 君も出口を。了解です。ん？いた。消えてねえよ。早く出てこいよ。お前だよ。よし。どこにいるじゃねえよ。お？失った。どこにいる君は。お先いたな。ランナー、あー、逆行ってあっち行くのか。よし、行こう。こちらケイン。ウィ。IMC とミリシアのみんな、どうやら通信がうまくいっていないらしい。どこ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 に。でもいいんだ。大丈夫だ。何も問題はない。え？あいつは？あいつ？ファイルにアクセス中。ケインです。どこどこ？エーペックスプレデターズの傭兵の一人です。ケインどこだよ？薬の常習者で横流しもしています。ここはなんだ？
ここはなんだ。ゴーストランナー一回見てみよう。お願いします先生。あ、やっぱりそうね。行きますよ。じゃあ、あ、いるじゃん。ゲインの野郎、フェルム14、敵のパイロットが気をつけて。どこいるとこに行かすんだもんな。ひどいよな。お、違うか。よし、どんどん先を急ごう。使ってみようかな。嫌だな。うん、いたじゃん。あ、ダメだ、足らない。よし、施設に残ってるミリシア兵すぐ分かっちゃいると思うが、ここは俺の城だ。歓迎するぜ。俺が殺しに行くまでゆっくりしててくれ。すぐに行くぜ。分かっちゃいるけどやめられない。これ出たらいいよ。あ、よし。お、なんかある。あ、違う、これは拳銃だ。よし、あぶねえ、びっくりした、びっくりした。はい、しょ、なんか捕まってる。なんか持ってない。なんか持ってる。うわ、クレンバーっての流行ってんだな。こちらラクーン3、第9ミリシア艦隊へ。下水処理場で捕まった。IMC は新型の機械砲兵を使っている罠だ。罠だ。パイロット、進路前にミリシア軍がいます。支援が必要かもしれません。マジか。え、これどうすんの。パイプの上なんのこれ。パイプの上乗る自信ないっす。よいしょ。うわー、これも壁走りですか。ういしょ、何もない。こっちか。パイプのそばに何かが。注意を。あ、仲間か。大将、ミリシアのパイロットです。撃つな、 SRS だ。ヘルメットを見ろ。よっしゃ、来ましたよ。あ、違う、この人じゃない。あれ、じゃない。この人は絶対違う。そうだな。味方と会えてよかったです。うちの部隊が得られています。助けを必要としているはず。本当ですか。来ました。なんか持ってない。こんな強いやつじゃないですか。これは好きです。超強いのこれ。やった。いや、まだ生きてる。ウォターさん、ウォターさんじゃなくて、名前なんだっけ。やっとか。黙って。
死んだ。あ、腐食なのか。リスポーンします。腐食か、やられたな。あ、でもすごい親切。なんだっけ、あ、やっつけた後になってる。6時の方向に増援、やっとか。よし、来たな。よし、お前もういいよ、早く。よし、お前もういいよ、降りろよ、早く。これで終わり？いるな。弾が欲しい。こいつら持ってただろう、絶対。あ、そっか。手黒か。あ、ダメか。ヘドロダメだよな。壁走り？やばい、2回もこんなとこで死んじゃった。ヘルスタ、よし、行けるところ探そう。ここか。おお、やべ。なんだお前、まだ死んでないのか。あそこにいるな。お、よし、いけるかな。連絡、サブジャンクション 3A でブラウザーが起動中。やべえ、いるじゃん。危ねえ。これなんだ。助かりました。俺たちはここまでです。あなたは先へ。俺たちが食い止めます。そうですか、わかりました。俺は先へ行きます。まだないか。お、なんだ。やっべえ、めっちゃ行ったのだ。張ってきた、張ってきた。何これ、機械なの？こいつは。これ、エルスター持ってんじゃないの？この人たち。なんだよ、あ、持ってる。イエーイ。じゃあこっちにしようかな。これ使えるよね。え、ちょっと待って、先を見さして。こんなの使わなくてもいけんじゃん。お、 BT 行き先は？ BT 行き先は？この施設を通ってアンダーソン少佐と合流しなければいけません。生き残る道は他にありません。ああ、ダメなんだね、やっぱね。
無理は禁物です。じゃあここから中間地、あ、やばい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 、しくったしくったしくった、あそこで止まんなくちゃ、マジで。あそこで止まんなくちゃダメっすよね。よし、行こう。よいしょ。よいしょ。動いた。え？動いた？何の話？ビエルコーティン、やべ。やべやべ、上にいる。見えるか？やべ。早く、こっち来て。こっち来てくんないとまずい。マジで。いや、これから行きますよ。パイロットを見失った。やべ、あ、やべやべやべ、超いる超いる。あれ、もう一人。もう一人どこ？あ、いた。そこにもいたか。おい。お前もか。新しい武器を手に入れないとやばいか。何か見えた。ん？何か見えた。やばいな。見られてる見られてる。俺た、あ、これにしようか。じゃあよし。これはこれ、これは何？これ動かせんじゃん、ほら。バカめ、私から逃げられると思うなよ。標的は25メートル先だ。ん？バレてんじゃん。あら、よし。自動試験室、ドームホールは有害廃棄物ポンプでフィルター処理中。なんか弾、違う。お？どこで撃ってんの？おお、危ない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 、お前か。ちょっと行くわ。あ、なんか自動迎撃システムみたいな感じなのかな。バンガード級タイタンと SRS パイロットにやられてるって知らせだって言って、誰だか知らねえ。ワルク、やばいやばい、さっき殺してやった。やばい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 、やばいの来た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 、マジやばいの来た。うるさい、あ、やばい、やばいやばい、やばい、死んじゃう死んじゃう。エルスタにしよう。よし、140、これは強いよね。え、どっちだっけ、分かんなくなっちゃった。アイドライン見つからない。え、どこだっけ、逃げてたら分かんなくなっちゃった。おー、あ、そっか、こっちの、こっちだ。よし、見えないのか、ダセーな。どこにいる？いや
ヘルミットグレネード。チリと消えろ。じゃあまだいるだろう。いないのか。じゃあここも、おいしょ。見失った。よし、見失っとけ。なんか、パイプか。やっべ、なんだなんだなんだ。撃て。いや、君たち、危ないね。屋外排水ポンプの接続を一時システムへ移行。はい。移行お願いします。ん？これは違う。どこだ。なんか止めないといけないでしょ。よく聞いてなかったけど、あれか。自動試験施設ドーム3は現在有害廃棄物ポンプでフィルター処理中。え、なんかいる。ん？あ、ヘルメットだ。あれ取りに行こう。どうやって取るだ。どうやって取るだ。まず、壁走りできそうなところは、まずとりあえず。え、走ってないけど。ダメか。ああ、ダメか。壁走りできそうなところが、なんでここがジャンプで行けた。とりあえずここに来れたら。あ、まだ上か。じゃあ、とりあえずこれを2段ジャンプでここに来て、あ、これかな。なんか斜めになってるから。よし、来た。しかもなんか落ちてる。お、これ強いのか。5発じゃやだ。え、なんでこれ取れねえんだよ。あ、取れたよ。こっちじゃない。なんかこれ強いのかな。ここ開けるのに必要とか違うか。これ降りていいんだよね。え、この上行くの。外が見える。いや、それはないでしょ。それはないから降りていいんだけど、これどうしよう。強えんかな。じゃあこっちにしとこう。あそこから入ってきて、こっちに抜けんのか。パイロット、注意が必要です。注意。そうだな。パイロット、注意が必要です。はい。ん？え？マジで？ちょっと待って。どう見てもこれを登ってこの上に来る。二段ジャンプじゃん。あ、いった。で、なんかいる。いや、もうあれだけで言ったら5発、これあと5発、4発しかないけど。とりあえずここを登りまして、
そこにたどり着ければいいわけね。あっ、バカ、何やってんだよ。あそこ行ければいい。行けねえよな。あ、ダメか、あそこ。うわ、どうしよう。うわ、また向こうまで戻ってきた。こういうの汚いよな。この土管も登るの大変なの。よいしょ、よいしょ。おー、いいね。そしてパイロット、はい、この先で合流できます。お、いいね。よし、順調だ。わかった。スキャンで多数の IMC 部隊を検知。準備を、パイロット。よし、じゃあ今回はとりあえずこの辺で、次回 BT と合流ということでね。よっしゃ、じゃあ今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。ではお疲れ様です。